こうやって叩いちゃいますよね。もし動物さん手でやろうとしたら、叩かれてし蹴られてしまいます。危ないんでこちらムチの方を使っているんです。でムチはこうやって基本的に手の延長線上なんで、こうやって右左に振ってあげると動物はそちらの方向に進んでいきます。でまた動物さんを、前の方に置いたいときですね、飼育員が後ろからこうやってパチンって音を鳴らして、動物さんを連れていきます。もしいろんな場所で鳴らせるようになってるんです。あ、長かったですね。恥ずかしかったです。じゃあ今このお客さんの中でこうやってパチンって鳴らしてみたい方とか、持ってみたい方とかいらっしゃいますか？ちなみにこうやってパチンって鳴らすのは、あれですね、コツがいるんです。ここで手のスナップで返すときに鳴らすんですね。